20世紀最強のキックボクサー、オランダピーター・アーツ第1回のグランプリから出場、現在も最前線で活躍しているアーツはまさに K-1 の象徴。芸術ともいえる必殺のハイキック、ミニストレートを武器に数々の激闘を制してグランプリを3度制覇している。手を振っています、アメリカ。膝が出た、右足、後川選手はスタンザマンとやったりですね、右のハッカー、パワーはですね、110キロってアーツの重たいですね。かつて所属していた道場着陸では激しいスパーリング一辺倒の練習だったが、科学的トレーニングと節制を身につけ、98年に圧倒的な強さで3回目のグランプリ制覇を果たした。その後もアーツは自らの限界に挑戦するようにトレーニングを重ねている。確かに全盛期のパワーとスピードには欠けるものの、誰にも真似のできない経験と戦略でもう一度王座に返り咲くチャンスを伺っている。選手の方がジャンケンを